ウィーあ、やべ。おい、カイドウ、これは、もう始まってるのか？始まってんのか？わかんないぜ、俺。俺にもわからない。わかんないぜ、どうすんだ。少々、挨拶からだ。オッケー。行くぞ。いやなげえなげえ野郎ども、相変わらずお前音飛びすげえね。ああ、海賊はいつだって音飛びなんだ。行こすな行こすな。あ、すまん。今日は青カイドウの人とコラボだ。みんなやっと会えたね。青カイドウだよ。お前興行収入いかねえだろ。お前がアイドルやったらお前興行収入、お前映画でちょっと稼いだから。興行収入もしなくんじゃねえ。何億だっけ。俺にわかだから覚えてねえ。そこもにわかかよ。ちょっと待って、お前シャンクス、待てシャンクスだ。どうしたどうしたで。おちょっと待って。モンキー、なんだ。一回、最初からちょっとレビューしていこうぜ、俺らで。最初からレビューか。よし。やっぱ俺ら、バウンティー実況者としてね。赤シャンクスの性能紹介からいっとくか。いらん。いらねえよってね。お前もサボも赤シャンの性能紹介を嫌がるな。殴られたんだ。いらねえだろ、こんなん。スキル1、0。結構強いな、790。ああ、体力 30% 以下のやつにこれ当てたら死ぬからな。違う、それ赤髪の進撃なんよ、それ。なんだ白シャンの方だぜ、それ。なんだ俺も進撃も追撃もやるんだよ、俺も。うっせろ、スキル。ああ、そしてスキル名が最長なスキル2。俺は友達を傷つけるやつだ。絶対に許さない。最長の俺は友達を傷つけるやつは絶対に許さない。え、内山のエースのカイドウ以外に用はねえみたいな。エースじゃん、シャンクス。いや、違う、いろいろ。いいって。てめえのボックスなんか見なくていいって。猫なんない。バカ。カイドウ、俺たちが今から引くのは、超フェスガチャだぞ。超フェスガチャか。俺たちが。ちょっと待て。なんだ、ちょっと待て、お前。なんだ、でけえな、声。ボックス開いて見てんだけどね。ああ。青カイドウ60レベルだね、おめえ。なんだ、こいつはもう、スキルは上げてるぞ、一応な。スキルだから、だぜ。おい、メダル。メダルって言うな。俺が今この画面を見せてんだ。理由がある。なんだ未開放のやつをな、紹介しておこうと。ゆめるおでんとこのゼファーが出たら、俺はもうめっちゃ嬉しいな。ゆめる、これ当たったらお前勝ち組だぜ。これ当たったらよ、確定まで引いたやつに自慢しようと思うんだ。ベッドマスだぜ、めちょっとやめろよ。そろそろ、前置きも、長くなってきたことだし。そうだね。引いておくか。オーケー。じゃあ、青カイドウ、なんか、決め台詞で、言ってくれ。じゃあ、行くぜ。青カイドウいるから、青カイドウの技。その前に、挨拶からだ。いや、もう、冒頭でしただろ。さっきしたか。あ、すまん、そっか。記憶喪失の時間早くな。ごちゃごちゃうるさい、引くぞ。あ、ちょっと俺の掛け声、こっちだっていいだろう。え、待って、大丈夫、これ本当に超フェス出るよね。これ超フェスね。出るこの時点で超フェス2体できんじゃねえか。寒天落ちやべえな。俺超フェス引いて伝説残したかったのに。途中で出るかもしれんのね。全てのパンティー実況者に格差つけたかったのに。引けねえじゃねえ。マウントすんな。行くぞ。いやー、ボルブレス。燃えんな。てめえが燃えんじゃねえ。アタッカーだったらユメルフィーだ。いや、アタッカー、ロジャーも燃えんな。ほんとにユメルフィー惜しい、俺。いやー、確かに、いや、マジで、ワンチャン5000円で当たるって。不思議だな。いや、こいつ。ちょっとこれ、性能紹介してか。いや、いらん、お前。ああ、そうか。あ、なんか光に出てる、ヌヌが出てきた。ヒカリンじゃない、シャンクスだ。間違いでない。ちょっと行くぞ。行くぜ。サリ、あ、まだあった。ちょっとフライングカセレ、カスでフライングしまった。ちょっとそろそろ来るぞ。次、神サリ、オルメ、また来た。うわっ、夢ルビー、夢ルビー、うわー、